家庭だと思ってたんだけど、俺とか一緒に遊んでたんだけど、俺とか一緒に遊んでたんだけど、いいじゃんけ、裏から来ませんでした。いや、どうこうでしたっけ。逃げ回りの時に見たら気持ちよくない。前に出てきて、今15分あともう一周だね。あとはゲートだな。ゲートしくったらほぼおしまいだから。しかもゲート早いんだね。10層格馬の登場、メインデビュー新潟、2歳新馬、芝の 1400m、メンバーは15頭です。1番ジャスパーディミネ、芝ブロステッド、デビュー戦の馬体重は 510kg、 鞍上は松坂風馬、男女量 55kg の騎乗。2番レンリンデファウエル、芝レイデオロ、 400kg ちょうど、鞍上長島村上53。
3番ベストヒューマン千葉ビーマジェスティ馬体重は420キロ満場西川浩司54 4番行栄ボニータ千葉イスラボニータ馬体重446キロ松岡正美555番のデイユーバゴー千葉バゴ馬体重は454キロ田中健55そして6番カローローザ父は新志馬ナダル馬体重は468キロ鞍上小崎啓太55それから7番大入り袋父はディスクリートキャット馬体重は406キロ鞍上吉村千之助528番サマーブライド父は5番リッキー馬体重444キロ松葉隼人559番ナムラクレイズ、シワアドミラブル、馬体重は458キロ、ミルキーデアジ、5510番ワンウェイトゥーヘル、シワ、新種語はタワーオブロンドン、馬体重は464キロ、坂井流星、5511番バレオラファン、シワ、モーツ、馬体重440キロ、クリストフルメール、5512番イリティ、シワ、フルダウンボット馬体重は414キロ鞍上西村敦也5513番カルミアクラウン芝佐藤クラウン馬体重444キロ川田優雅5514番エンペラーソード芝ドレボン馬体重470キロ荻野ひばむ5515番ビリグマピーク芝ノーリス馬体重は454キロ松山浩平55キロの騎乗第2レースメイクデビュー新潟2歳新馬芝 1400m メンバーは15頭発走までお待ちください。
札幌競馬第一レースの払い戻し金を協会テレビでご案内しております。
ジャスパー・ディーネ、クロステッド産駒のアメリカ産馬、鞍上は松坂牛町、一等の堀秀樹厩舎の所属。1番ジャスパー・ディーネ、1着と発表されて、2着は6番カローラ、3着4番ケモレイ・ボニータ、4着13番アルミア・クラウン、5着は15番のエニグマティ。確定までお待ちください。Thank you.